サバトルのギャップをよく落とすクラッパラーです。本日はゲームセンターに来ております。今日もクレーンゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはこの刀剣乱舞の裏裏ソーラーフィギュアを撮っていきたいと思います。一つが200円、あ、間違えた、ビッグレイ200円となっております。それでは早速200円入れてプレイしていきたいと思います。この位置なら横行きも奥行きもそのままチョンチョンで取れそうですね。もちろん一撃台なので1回で吹っ飛ばしてゲットすることができました。今度はこの1回300円のポケモンの台でヨーギラスを取っていきたいと思います。こちらの台は一撃台ではありますが、ちょっとミスると取れないかもしれないので慎重に操作が必要です。そして無事持ち上げることができました。ヨーギラスゲットだぜ。ご紹介は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。